ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日は先輩、先輩、郷土の先輩愛知の愛知、いやもう愛知、尾張にしていきましょうか。はいはい、ちょっともう三河のやつにはやらんと、うん、すぐそこですもんね。尾張の大先輩一郎さん、一郎選手の、何タイプか、はい、というのは、なんかよく YouTube を見ていて、やたらと、あの1すごろくが出てきて、うんうん、何か訴えかけてくるものがあってですね、そうだ、一郎選手、僕あのちょっと引退の会見も全部見て、そのまあもともと近いこともあって、不安なのはもちろん、ただそのライターとして一郎さんに取材をしたいかって聞かれると怖くてできない。わかります。なんか言われそうですもんね。だって基本飛ばすんですよ、失礼な質問、バカな質問に対しては言わずに次、次っていう一郎さんなので怖くてできないんですけども、一すごろくを見ていてとても語りたくなった。いないところで怒られないから怒られないから。で、何タイプだろうと、っていう、まあ、この怒られないからって言ってる時点で、ちょっと僕の中で一郎さんは怖い、怖い、ちょっとピリピリしているっていうイメージがあって、よくあのエニアグラムの本で一郎選手はタイプ6だって書かれてるんですね。ちゃうだろうと、でその1すご6っていうのを、あ、もしご覧になってない方がいらっしゃったら、検索すると出てくる、とても面白いです。でその1すご6を見てると、よくなんかそのいや僕は、その自分が先頭に立つより従ってた方が楽なんですよ、っていうとか、今何が大切ですか、仲間ですね、っていうところから、6っぽいなってちょっと、僕あのタイプ6の仲間を増やしたいと思ってるので、6だ、やっぱり6だって思いたいんだけれども、やっぱりピリピリ感、どうですか、どうでした、見て。見て、はい、1 ですよね。1ですよね、あれ。ですよね。6の人って、こう、僕から見て話しかけやすい人、はいはいはい、関わりやすい人、はい、で一郎選手、選手じゃないかも、一郎さん、先輩、先輩、一郎先輩、はい、一郎先輩は、はい、やっぱりちょっと怖い感じが、なんかその笑って話をされてるんですけども、何なんでしょうね、あの緊張感、ピリッとくる感じは、ピリピリ感が、はい、でなんかその、何か指導者にっていう話とかでも、基本僕は厳しいですみたいな、優しいだけなんて嘘ですよ、厳しいのが優しさですからみたいな、もう怖ーっと思ってですね、なんかあれを見てやっぱり石だなと思いましたよね。確信ですよね。確信、このなんか軸がぶれない軸を、芯がちゃんとあるみたいな。そうなんですよ、で基本は1番を目指すものだ、1番を目指す中で2番になるのはそれはしょうがないけども、初めから2番なんてありえない、ありえないとか、だから基本昔はオンリーワンっていう言葉は嫌いって言ってたんですね。でもまあ1すご6ではオンリーワンはまあ1を目指した結果オンリーワンになるのはいい、ちょっと譲歩されてましたけど、基本1位を目指すべきだ、怖って、1位を目指すべきなんて思ったことないです、ね、ないですよ、ないです。もうどんだけオンリーワンという言葉に救われたかですよ。っていうところから、もうやっぱり1っぽいなって、1っぽいですよね。なんでその野球部のエピソードとかで、キャプテンにはなったことないっていうのが、ちょっと意外だったんですけどね、はい。でもやっぱりその周りからすると、やっぱりそのピリピリ感が怖かったんですか。ピリピリ感が怖かっ
たのと、多分こう自分を追求することに集中してたんじゃないですかね、こう周りを。なるほど、うん、でなんかこの大リーグとかでも、はい、いい指導者がいてみたいなこと言ってたじゃないですか。あ、そうですね、うん、はい、っていうよりもなんか個々がそれぞれをなんか上を目指し、上を目指す、なんて言ってましたっけ、個々がなんかそれぞれこう自分で同じゴールに向かって個々が頑張ればいいみたいな。そうですね、うん、そうやっておっしゃってましたね、うん、はい、っていうようなことを言ってたんで、多分こうみんなを仕切ってっていう感じではないんじゃないですかね。だとやっぱり、うん、合理的に、合理的にどうやってやればっていう、うん、一番を目指して合理的にどう進むかっていうところなんですかね、うん、じゃないですかねっていう、うん、イチロー選手、イチロー、そう、なんかゆるっとしたのが嫌いとかも言ってたじゃないですかね、え、うん、大学のサークルとかどうですかみたいな、ああいうノリは嫌いみたいな、ああいうなんかゆるっとしたノリのところはだからちゃんとこう一番を目指すみたいなところじゃないと多分好きじゃないんでしょうね、うん、優勝を目指すとかで、その、うん、仲間が大事っていうワードとかは出るんですけども、うんうん、そう、やっぱり、まあ、まあ一ももちろん、うん、仲間は大事ですもんね、まあ、一も融和ですからね、まあ、そうですよね、うんうん、融和だしこうルールで考えたときにやっぱり人は重要みたいなところあるじゃないですか、はい、仲間は重要みたいな、はい、うん、っていうところで皆さん、うん、イチロー選手、僕たちはイチかなと思ってますってとこですね、イチロー先輩、うん、イチロー先輩いかがでしょうか、はい、もしよろしければ一スゴ六を見て、うんうん、ご感想いただければ、ご感想いただけると、いや五でしょうとか3でしょうとか改革するいやまあ今のは適当にいただいてる、ね、あ、もちろんもちろん、まあ、それぞれ見た人がそうやって感じたことがあればっていう、ただ、うん、なんかそのごめんなさい、なんかここで終わりかと見せかけて、うん、新しいエピソードなんなんですけども、うんうん、そのまあ近くの豊山町、うんうんうん、ここが愛知県、うん、西春日井の豊山町に、うん、まあ、空港バッティングセンターっていうところが、うんうんうん、まあ、あるエピソードで、うん、自分が中学生の時に、うん、まあ、中京高校甲子園の常連ですよ、うん、の、 あのバッターが4番キャプテンがいたと、うんうん、まあ、それあの稲葉選手がいて、はい、うん、イチロー選手は、うん、あれなら稲葉選手ですよ、うん、名球会ですよ、うん、が高校の時いました、うんうんうん、それを見て、うん、俺なれるって思ったらしいんです、うん、そのなんか、うん、あ、そういう感じ方、うんうん、なんか6なんかその、うん、あ、でも僕思わないか、この自信たっぷりな感じですよね。で、まあ、6の人あります？まあ、そう、確かに、うん、そうですね、うん、まあ、わかんないですけどね、本当に自分の方がはるかに優れてるレベルで思ってればあるかもしれないですよね。なんかその、あ、でもまあ誰でもそっか、そういうのは、うん、タイプ関わらず、タイプかそういうあれならなれるみたいな感覚は、タイプ級の僕だったら自分と本当に力を比較して、あの、なんか同じレベルだったら思わないですよね。ああ、なるほど、はる、うん、かに自分の方が上だって思ったらあれならなれるよねって思う。そっかそっか、うん、じゃあこれは取り下げますはい、っていうエピソードも出してみました、うん、はい、皆さんが知っているかもしれませんね、うん、いかがでしょうかと、はい、あの、ぜひご感想をいただければと思っております、うん、はい、思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。